てこの時期木島平の旬のお野菜といえば何でしょう。ズッキーニですね。ズッキーニ、いやーすごい立派なズッキーニですよね。そうですね、太さもありますし色も濃くって、はい、どうしてこんなに立派に育つんでしょう。まあ、気候のせいもあるかもしれませんけど、あの村の特産物なのでたくさん食べますね、はい、なかなかこんなに立派なズッキーニ見ないんですけど、はい、おすすめのいただき方教えてもらってもいいですか。淡白なので味的には炒め物やフライも向いてますし、油と本当に相性がいいんですよね。あとは生でも薄くスライスして浅漬けとか、うん、そういうのも大丈夫なので。ズッキーニって生でいただけるんですか。生でも食べれますね、やっぱり新鮮な方が美味しいんですよ ね、はい、そうですね。ちょっと今日私も試食を、はい、いいですか。ぜひ食べてみてください。お願いします。さてこちらにお出しいただきました。いい香りがしてますね、はい、今日は天ぷらでカレー粉を少し入れてお作りしましたので、はい、ズッキーニの天ぷら、はい、初めて。ちょっといただいてもいいでしょうか。おいしそう。わー、ではいただきます。おー、すっごいみずみずしいですね。そうなんですよね、揚げるとちょっといい感じになるので、周りの衣もサクッとしていて、はい、ほんのりこのカレー風味が食欲をそそりますよね、夏にはいいですよ ね、はい、いやでも本当に何といってもこのみずみずしさに驚きですよ ね、 そうですね、はい、いつ頃まで楽しめますか。夏野菜なので9月ぐらいまであると思うんですけど、はい、じゃあまだもう少し楽しみます ね、はい、そうですね。そして今回もう一つお知らせがあるんですよね、はい、6月の23日の金曜日に10時から新鮮屋のお店で、根曲がり竹というタケノコのイベントをやるのでぜひいらしてください。この時期にタケノコですか。そうですね、はい、ちょっとねどんなお野菜か知らない方も多いと思うので、ぜひお店で見てほしいですね、はい、ぜひ試食も出ますので。そうなんですね、はい、皆さんぜひ足を運びください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。木島平村稲荷地区にある東泉寺はその周囲を蓮と紫陽花に囲まれ、7月の花の盛りには多くの人が訪れます。東泉寺の蓮は大賀蓮というたくましい生命力のある貴重なハスの種類で、毎年7月には桃色の美しく神秘的な花を咲かせます。霊水から咲き出す清らかな姿から泥を俗世と見立て仏様に例えた由来のある花です。東泉寺ではハスが満開になる時期にハス花祭りを開催し、毎年多くの観光客でにぎわいます。